ロフトが立ったインパクトを迎えないと実はアイアンは飛距離がしっかり出せないと。ハンドファーストしてみてください。実はこれが大きな事故を起こす原因になっているんです。諦めないでアイアン徹底攻略。イエーイ。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井岳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は2回目、はい、ということで早くも続きが聞きたいです。前回ね、まあ、いかにアイアンを飛ばすことが、はい、まあ、難しいというか、ドライバーとかフェアウェイウッドをうまく飛ばせるのに、はい、なんでアイアンがうまく飛ばせないのかというところを重点的に理由をね、うん、3つほど並べてみました。ありましたね、はい、結局のところ、まあ、一番アイアンしっかり飛ばすことの大事なところっていうのは、はい、よく言いますよね、ロフト通りに飛ばせば大丈夫、うんうんうん、でこのロフト通りっていうのはちょっとくせもので、はい、アドレス構えた時のフェースの見え方にそのまま戻してくれば、うん、これってロフト通りじゃない、はい、ってなりますよね。でも実はロフトが立ったインパクトを迎えないと実はアイアンは飛距離がしっかり出せないというところ、これね皆さん多分ハンドファーストという言葉でご存知かと思います、うん、はい、まあ、あのハンズフォワードっていう言い方もあるんですけども、要は手元がアドレスの時にアイアンヘッドよりも要は飛球線側に立つ、うん、このアドレス、これさえできればではないんですが、これはしとかなければなんですよね。はい、じゃあちょっとアドレスから少しこの説明を詳しくしていきたいと思います。ウームゴルフ、はい、というわけで今我々アイアン持ってきました。はい、並木ちゃんも僕も7番アイアンを持っています。はい、じゃあ一回普通に構えてもらいましょうか。普通にいつも通りですね。立ちますね。はい、はい、で僕はここから見るとハンドファーストかどうかっていうのは見えづらいのでこっちへ移動します。ハンドファーストなってないかも、うん、うっすらなってる。うっすらなってますか。はい、なってるんですけど、じゃあもう少しハンドファーストしてみてください。はい、ですかね。ありがとうございます。実はこれが大きな事故を起こす原因になってる。え、でも今ガクさんハンドファーストにしてくださいって言いませんでした。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。じゃあ、はい、ほとんどの方がこのハンドファーストをしようとした時に今通常通りに構えていて、はい、並木ちゃんも今普通にこうやりました。はい、これなんです。これがマイナスなんです。実は実際のインパクトっていうのはアドレスの再現っていう方もいます、はい、ですがいろいろ動きが加わっているので決して再現というかこのままのアドレスのままでインパクトってことは絶対ないです。ただイメージとしては再現っておっしゃる方もいるけども実はちょっとは違うんです。で一番違うのはアドレスがこうだとすると、はい、インパクトはもっとこういうふうにロフトがグッと立って入っている、はい、じゃあそれにこう準備をするためにアドレスもなるべくハンドファーストにしておきたい。はい、はい、で今僕やりました。やってます。ちょっとだけ。これ何ちゃんのハンドファーストと何が違うと思います？わかりました、はい。手でやってないです。そういうことです。しっかり体でこのハンドファーストを作ってる。そうなんです。じゃあどうやってそれをやったの？確かに。これねとても簡単なことなんですよ。何したかっていうと肩を傾けただけなんです。要は普通のアドレスに対してこうしただけなんです。こうそれでいいんですか。少し傾けただけ。ですから言い方を変えれば少し右肩が低くなったアドレスを取っただけなんです。なるほど。今並木ちゃんはこれに対してこうやったんです。はい、やりました。はい、これが一番大きいんです。このハンドファーストの本当に細かいところを言うとほとんど皆さん手でやる。手でハンドファーストを作る、はい、そうすると何が起こっているかって言って左サイドがただ体から離れてるだけなんですけど、こういうふうにこれ極端にやってますよ、はい、でも実は体から離れちゃいけないんです。腕が
そっか。ということは、はい、そうなんです。ハンドファーストはこう作らなきゃいけない。はい、そこちょっと間違えて。そう。でも多くの方はドライバーからかなりこう正面で、はい、こう両肩の高さをあんまり変えないでアドレスされてる方って実は多くて、ナミちゃんもそんなに左右の肩の高さの違いって出てないんですよ。逆に均等にしなきゃいけないのかなくらいに思ってました、はい、あのパターとかだと均等にした方がいいっていう考え方もあるんですが、実はアイアンやドライバーに関しては当然のごとく右手が左手よりも下にあります。はい。でかつインパクトを迎える時っていうのは右腕が曲がっている状態でインパクトを迎えることによって飛球線方向に正しく力をかけることができると考えた場合、当然インパクトで右腕が伸びてるってことはないわけです。曲がっていれば、そしてハンドファーストになっていれば当然左右の肩はこれぐらいの差ができる。でも多くの方は特にカストでほどける方はこういうふうに両肩の高さがほぼ均等になっちゃってる。この肩の高さでは、はい、ハンドファースト、ハンドフォワードっていう形は作れない。でさらに輪をかけてこの形をできなくしているのが肩を落とすなって話なんです、はい、確かに。でもよく言いますよね、肩落としちゃダメよね、肩を落としたらダフるよね。これ前回もやりましたけど、はい、実は肩を落とせばヘッドはもうインパクトを通過してるって状態のはずなんです。これが肩を落としてダフってるっていうのはこれは手に上下動があるから。だから体の動きでバックスイングして体の動きでダウンスイングしてれば肩が落ちればもうヘッドは確実にボールを打ち抜けるんです、うん、なので、うん、アイアンでそのハンドファーストをさせようと思ったら右肩を少し落とし、はい、かつインパクトも落とせばいいだけ。そのハンドファーストをさせようと思ったら右肩を少し落とし、はい、かつインパクトも落とせばいいだけ。あ、それだけでちゃんとクリーンにハンドファーストで実は打つことが可能なんですよ。間違えて理解してました、はい、だからまず一つはそのハンドファーストっていうものの対する理解度、はい、やっぱり手元をとにかく前に出しときゃいいんだろう。でも実は前にただ手を使って出すということは肩が開いちゃう、はい、こういうふうに左サイドが空いてしまう、はい、もしくは右サイドとの高さの差が出ない、はい、っていうまずアドレスに不備が出る、うん、こんな風な状態からあ肩開いてますよ、開かないでおこうとすると今度は膝とかいろんなところの角度にズレが出てくるんです。これが結果的にダフったりトップになってしまう、うん、それをどん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 手元で修正を加えないとうまくクリーンに当たらない、はい、皆さんはその修正をどんどん練習場でやってしまう、うん、それによってそのうまく打てるになった時はいろんな癖が身についてしまう。だからやっちゃダメな肩を落とす、うん、そしてなんか正しいことをやってるはずなのにという手を使ったハンドファースト、はい、これによってハンドファーストインパクトっていうものが全くできなくなるというのが皆さんがアイアンがうまく打てなくなっていくだからこのアドレスを作ってしまってこれがドライバーだったりフェアウェイウッドだったりでこの構えを用いてしまうと、はい、これはほとんどスライスにつながってしまいます。フェースが開くような動きになってしまうんですよね、うん、だから右サイドが低い右肩が低いということが、うん、ダフルというふうな考え方に行き着いてしまった方はもうここにはたどり着けないんです。もうやだ、はい、でもこれ今気づけたからこそ、はい、すぐ治るものですか。まずこれをやろうとするだけでも全然違います。違いますか、うん、特にアドレスで手元をハンドファーストの仕方というものをもう一回皆さん洗い直してください。はいはい、もうそれだけでもかなりの方この悪循環から抜け出せるかもしれません。やはりこう手元を使うということではなくて少しだけこういうふうにミサイルを倒すようなイメージ、少し傾かせるイメージですよね。こういうふうにサイドベントじゃないですけど横にちょっと傾かせるイメージ、これだけを持つことだけで実際に正しいハンドファーストができるということを念頭に置いてアイアンの練習、そしてダフってもいいんで思い切って右肩を低く使う練習を2つ平行で やっていただくと、いやこれでもうワンセットです。これはもうぜひ、まあ、お友達ゴルフ仲間いろんな方々と結構似合ってチェックをしていただけると、ね、かなり
改善できるかと思います。はい、そんなに難しい話じゃありません。難しいことでもありません。どうぞ。ウームゴルフ、もうアドレスの時から間違ってたってことですもんね。はいはい、そうなんです。いや、もったいないな、はい、なんかゴルスイングってとにかく何しちゃいけない、これしちゃいけないっていうのが一番治りません。こっちの方が動きがやりやすいよ、こっちの方がいい結果出るよっていうふうに体に覚え込ませていかない限りは、うん、いい癖、いいスイングは身につかないので、とにかく、はいはい、あのここら辺はしっかりと一度基礎に帰ってぜひトライしてみてください。はい、ガクさんだと思ったでしょ。違いますよ、ナミッキーだよ。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。バイバーイ。